こんばんは。こんばんは。こんばんは。ゲストありがとう。うつ伏せ、あ、うつ伏せ。クマもありがとう。お風呂入ってた。お風呂入った。そう、さっきまでお風呂入ってた。タコありがとう。そう、ちょっと前髪がボサボサです。おつ。あ、暑い。お風呂で暑くなった。皆さんこんばんは。寝る準備万端ですね。そうなんです。中村舞寝る準備万端です。かわいい。クマありがとう。ちょっと髪の毛がボサボサで申し訳ないけど、中村舞です。皆さん今日も一日お疲れ様です。寝落ち、そう、なんか傷んでんのかな、髪の毛が。リップ塗ってる。あ、そう、リップだけ塗った。口の色がなさすぎて。クッキーありがとう。なんか最近あったかくない？外あったかくてびっくりした。スピンで、そう。素の顔。この二重幅に前髪が挟まるようになった時に、あ、前髪伸びたんだなと実感する。ハートありがとう。桜咲き始めたね。いや、桜も見てないんだよな。散歩したいな。お散歩する仲間募集中。お散歩したい。極暖着なくていいね。え、着てるよ、ヒートテック。あ、いっぱいいる、いっぱいいる。お散歩したい。散歩しよう。にしときや。え、暖房つけてる。暖房つけてるのよくない？もう違う？お姉さんと行けば。いやー、お姉さんとあんまり生活時間合わないんですよね。そう。ありがとうございます。まひなさん再び。確かにまひなさん、まひなさんいいね。散歩、どこになってるの？そうだよ。あ、これユミリンさんの服かけてるの、ここに。タンス、ユミリンさんの服。ここバッグ掛け。ちょっと思った？
香りまだありますか？どうだろう。まだあるね。こっちにタキシードさんがいる。香りあり。かわいいでしょ。でリボンつけた。かわいい。ゴムだけど。よいしょ。よいしょ。着心地良さそうなパジャマ。なんかいつから衣替えするっていう質問。いつから衣替えしますか？みんなは。いつからする？もうする？まだしない？なんか微妙だよね。4月？まだ？年に2回する？私年に2回しかしないんだけどさ。年に2回？年に1回か。2回か。あれ、まだ早い？どうもありがとう。4回？そんなにしないかな。なんかね、私の中で春夏服と秋冬で2回変えるかな。あんまり変えんかも。ポポンポポンって。ロフトの上にめっちゃ服がある。衣替えは存在しません。どういうこと？ずっと夏服、ずっと夏服ですか？そういうわけでもない。ロフトから配信してほしい。なんで？なんで？ロフトから？そんないいもんないよ、ロフト。ロフトやばいよね、物が。溢れて溢れて。ロフトはぬいぐるみの宝庫って感じ。明日カフェよろしくね。そう、明日カフェの、なんかリモートで、やります。カフェ行きたかった。行きたかったけど行けなかったです。悲しみ。結局カフェにはリモートでなんか出演しますので、ちょっと実際には行けないんですけど、みんなメニューとかね、みんなの食べたかったしな。そう、東京はちょっと行けなくて。そうだし、別のお仕事もあるので、そう、ちょっと行けなくて残念だ。7枚目もカフェがあればいいのにな。
ね。出張カフェしてくれないかな。そう、ひとりごとカフェだっけ名前。なんかコースターにサインしました。なんか当たるみたいなやつ。いつまでやってるんだろうあれ。ちもよく分かってないの、よく分かってませんね。28までなの？そうなの。オーダー取りづらい、どういうこと？独り言カフェだから。まいちゃん何も知らんな。そうだよ。っていうか私カフェもそんなに全然携わってないんだよね実は。だから行ってもないからちょっとね行きたかったんだけど、そう全然知らないんだよどんな感じなのかも。本当は行きたかったんだけどね。そうだよ知らないんだよ。いつの間にかオープンしてたからね。そうメニューも考案してませんし。いつの間にかオープンだよ。そうなの。おやすみなさい。もうおやすみなさいか。マイケルの目にかき氷ね。なんか、なんかまあいいんです。まあいいんです。そのうち私がカフェを開くんで、皆さんそのうち私がカフェを開くんでね。はい、ありがとう。すねんの？最近すね気味、いろんなことにちょっとすねてる。だってにゃにゃにゃ。安くしてね、値切ってね。いろんなことに拗ねてるの。なんでって、なんでなんでマンなの。なんか私口癖なんだよ。なんでみたいな、なんでなんでみたいな、全部なんでなんで言っちゃうし。ほの炭酸、そう、ほの炭酸面白い。ほの炭酸とさ、あのコンビニに行ったんですよ。そしたら私がほの炭酸って言ったら、そしたらなんかほの炭酸がジュースコーナーにいて、そしたらそうウィルキンソン炭酸っていうのがあって、ウィルキンソン炭酸っていう張り紙があって、その炭酸を見てほの炭酸って呼ばれて、なんかすごい混乱してて、えみたいな。なんか炭酸に反応してて、なんか
ホンタンさんって言った？いや今ウィルキンソンタンさん見てたんだよねみたいな、なんかすごい炭酸になんか惑わされててめっちゃおもろかった。ホンタンさん混乱してた。ウィルキンソン炭酸の前にいたホンタンさん、私が多分炭酸っていうそのイントネーションだから。めちゃめちゃ混乱してた。面白い。マイキュー Q につく、え、めっちゃ反応する。あのキュウリの Q ちゃんみたいななかったっけ、なんかとかモロキューとか Q に反応するよ私も。急に反応します。キューキュー58になった58。早すぎや。皆さんもう寝る時間です。ゆっくり寝てください。おやすみなさい。うん、寝てください。こっち向いて。なんだよなんだよ、何見てんだよ。おやすみ。いい夢見るんだよ。寝て。あと30秒しかない。30秒だよ。また明日。おやすみなさい。寝てね。